ハイタイ部数用中がなびら、普天間飛行場の後にどんな街を作るか、地下水の流れや地形を知り、歴史的文化財の場所を調べて、その保全や活用の考え方や方法を盛り込み、皆さんの声と有識者からのご意見も伺いながら、返還後の街づくりを検討しています。平成26年度は跡地の中央エリアを4つの視点でイメージしました。そして計画をより良くしていくために、さらに多くの地権者、市民、県民の皆さんにも考えていただき、新しく生まれる町で暮らし、学び、働く人々が交流し、環境と共に生きていくためには、地域の中での人のつながり、コミュニティが大切というご意見を多くいただきました。そこで跡地の特徴を生かしながら、人と人がつながり広がっていく町を、調査の結果や有識者のご意見も踏まえ、今回は主に北側エリアでイメージしてみました。このエリアの特徴は、森や水脈などの自然資源があること、その森の中には歴史や文化遺産が多く残されていること、そして平成27年3月に返還され、現在国際医療拠点づくりに向けた取り組みを進めている西普天間住宅地区跡地が近くにあることです。これらの特徴から、歴史文化を生かし、先人たちの知恵から学び、また周辺の跡地利用と連携しながら、さまざまなコミュニティを生み出す未来の街をイメージしてみました。普天間飛行場にはかつて立派な琉球松が並ぶ南町街道が通り、地の恩まぎりと呼ばれた宜野湾などの集落がありました。そこには役場や国民学校があり、人々の生活の中心でした。いや、私はふるさとであるし、学校もあったし、役場もあったしですね、もう本当にもう村の中心に立ったわけですよね。これ含めても本当に公園のにしてですね、まあ、市民あるいは宜野湾の国民のですね、もう一向に万したいという、そういった思いです。人々が集い楽しむ闘牛場や馬場もありました。もともとあった伝統芸能、伝統文化、それを復活してもらって、その中心に、コミュニティを作っていけば、つながるような。森の中には先祖に祈る滝や産湯の水、祝い水、お清めの水を汲んだ川がありました。まあ、その産川というのはやっぱり生まれた時の、ね、最初の水を取るような、そういう神聖な場所なんで、一番大事な場所になってますけれども、やっぱりそれを知らない子どもたちとか、まあ、自分たちの子孫、その世代からも、まあ、昔の人の生活の人のこういうところに政治の民間によるところがあって、こういうところ。これら歴史的文化遺産はみんなの心の拠り所であり、コミュニティの中心でした。かつては宜野湾のシンボルだった南町街道を再生して、歴史や文化を身近に感じることができる町の軸にしてみました。集落ごとにあった広場のように、住まう人々の拠り所となる御滝や川を復元した公園がつながります。ガジュマルの大木と沖縄の伝統的な民家から先人たちの暮らしや知恵を知る公園、川を中心に子どもたちが水に親しむ公園、古い集落があったところには緑が茂り、水辺を近くに感じる住宅エリアをイメージしてみました。家の近くに流れる小川で、子どもたちが小さな生き物たちに触れたり、隣近所が集まりユンタクをしている風景を思い浮かべてみてください。跡地と周辺との境を防災公園やイベント広場などにすることで、
周辺の人々との交流が生まれ、跡地と周辺の町はつながっていくことでしょう。普天間飛行場の地下には水の通り道があります。雨が地面に吸い込まれ、琉球石灰岩層でろ過されて湧き水となり、タイモ畑や浸水公園など宜野湾の町を潤してきました。この水を保つために森や緑が大切な役割を果たしています。地下の水と緑を保全・活用するように緑地と道路の配置を考えました。水と緑は町全体の気温の上昇を抑え、地球温暖化対策につながります。かつては夏に襲来する台風から畑や暮らしを守るための防風林としても森は大切にされていました。潮風や強い日差しなど自然の力を生かしてエネルギーを生み出し、それを上手に使って快適な暮らしができる町を目指します。これからコミュニティというのを、交流をキーワードに作っていくときには、歴史文化それから環境というのが必ず大事なキーワードとして入ってくる。先人たちの知恵を生かしながら、みんなで力を合わせてその役割をつなげることも沖縄らしい町づくりです。沖縄の人々が大切にしている志に世界を結ぶ架け橋となることを意味する万国津梁があります。琉球王国の時代、沖縄は東アジアの中心として日本、中国、東南アジアの架け橋となり栄えていました。隔てがないというか、ここは外人だけとかじゃなくて、なんか一緒に住めるような国の場所があってもいいのかなとか。琉球の先人たちから受け継いだ志を未来につなぎ、新しい町にさまざまな人々が集えるよう期待をかけています。すでに返還された周辺の跡地では、琉球大学医学部と附属病院の移設が予定され、先端医療や研究開発を行う国際医療拠点づくりに向けた取り組みが進められています。普天間飛行場跡地に新しくできる町にサイエンスパークが広がると、医療施設や研究所に関わる人々が集まり、新たな暮らしが生まれることでしょう。公共交通を利用して那覇からの移動も格段に便利になることをイメージしてみました。駅の周りにはおしゃれなお店やアミューズメント、文化ホールやホテルが並び、町に賑わいができます。町が活気づけば働く場所も増え、経済も活性化します。そして何よりこの町で暮らすみんなの夢が膨らみます。沖縄にも今あると私にね、ぶつけられている選手のことがあるんですけどね、新年代の共通な価値観ですね、下がってしまうと、うん、そういうことによって、あ、自分は命がいるんだなと、それを楽しいという仕組みをね、今から作らないと、新しい街を作ること、それは人と人との新しいつながりを作っていくこと。そのためには何が必要になるのか、みんなで思いを寄せ合うことから町づくりは始まります。今回は主に北側エリアで、沖縄の歴史、文化遺産や自然資源を生かしコミュニティを生み出す町をイメージしてきました。これからも地権者、市民、県民の皆さんの声を伺い、周辺市街地とも連携しながら普天間飛行場跡地利用の計画づくりに取り組んでまいります。普天間未来予想図は皆さんの意見でどんどん進化していきます。次回は振興・交流拠点をテーマに、那覇空港や西海岸地域をはじめ東海岸地域までもつながる主に南側エリアをイメージしてみます。一平二フェーデイビタン。